ボチャのチーム日本はど、2大会連続メダルに首相杉村、成長の結果、東京パラリンピック、ボチャ、混合チーム3位決定戦、脳性麻痺、4日、有明体操競技場ボチャのチーム、脳性麻痺3位決定戦で、世界ランキング2位の日本が同7位のポルトガルに接戦の末、4位で下し、同メダルを獲得した。リオ大会の銀メダルに続き、2大会連続でメダルを獲得した。 個人金の首相の杉村秀隆、39は、前回より順位は下がったが、チームとしての成長を見せることができた結果だと思う。エース広瀬隆喜、37は、やってきたことを全て出した。準決勝で競合、タイに8失点を期し、決勝に進めなかった。杉村は、チームのミスもあった。実力差を改めて痛感したと、悔しそうに言った。 初出場の中村匠23は負けて凹んでいる場合じゃない、切り替えていこうと話し合ったと明かした。